はい、皆さんこんにちは、セレブエスアルでございます。今日は久しぶりに自転車で林道をちょっと攻めてみようかなと思ってます。ただいつもみたいにですね、釣りをしに行くとかキノコを取りに行くとか山菜採りとか特に理由は設けずに進んだことない林道をですね単純に行けるところまで行ってみると、それだけが目標でございます。自転車と体に合計2つ鈴つけててうるさいと思いますけれども、ご了承ください。であともう一個、まあいつも通りですね、ぶっこみ飯、まあ何らかの形で食えると思いますんで、まあ途中途中食材を気にしながらですね進んでいこうと思います。ゲート開いてるな。この林道はですね、いつもさっきのゲートは閉まってるんですけど、今日はね、その手前にバリケードが張られちゃってたんですよね。いや、もしかしたらまた崩壊してんのかもしれないですね。この横の川はですね、ヤマメとかいるんですけど、保護河川なので釣りはできません。なかなかマットですね。北海道も蝦夷梅雨に突入しまして天気がぐずついております。今日はのんびりとね、短髪休みをなまった体をほぐすのと、あとスマホも変えたんでね、ちゃんと GPS で追従してくれるかとかですね、バッテリーがどれぐらい持つか、あとこの愛車、愛車の状態のチェックと、やっぱまあ平竹、ムキタケ、あと紫しめじとか、普通にまあキノコの菌はあると思いますけど、平竹とかあるといいですよね。シャグマはもう終わっちゃってるんでね、標高はあんま高くないですから。ここ、いや久しぶりだなマウンテンバイク。いや皆さんやりましたよ。タモさんいました。タモさんやったね。ウイゴルだ。川がやばいですね。ちょっとここにね、なんか湯道捨てた跡なんだよな。こんないい湯道どうしたんですかね。熊に襲われたんかな。今日は現地で食うだけなんで、まだ数も少ないし、一株だけにしておきましょう、とりあえず。第一の分岐ですね。橋のロープが全部緩んじゃってますね。めっちゃ怖い。ここまではね、来たことあるんですよ。でも歩きなんで、ここでいつも引き返してたんですよね。だからここから先は、元の本堂に戻りますけど、未開の地ですね。
どこまで登れるやら。崩落がなければめちゃくちゃ楽ですね。1時間もかからずに林道の終点までは行けそうな気がします。こういう雨上がりは重臭と大地の匂いと判別がつきにくいので、あんま飛ばさない方がいいですね。心地よい坂が来ております。今のところめちゃくちゃ走りやすい尋常な林道の形をしています。標高高くないからね、そこまで崩れないと思うんだよな。湿地が出てきましたね。お、ヌメリオシギがすげえとこにいる。カヌーがないと取れないですね。手前はエノキもありそう。手前もおすぎでしたね。食い頃です。この崩落とかちょっとやっぱり車やばめですね。ハマーとかランクルできたらやばいかも。おお、川が見えてきた。ちょっとね、落石が鋭利になってきててやばいですね。油断するとパンクする。今日は空気圧 2.8 ぐらいですね。アベレージできてます。おお、いいね。上映見えないかな。サクラマスいると思うんですけどね。道がヤバめになってきました。いや、標高低いマイナーな林道いいっすね。開けてるじゃないですか、ずっと。比較的安全ですよね。小一のマッドポイントに来ましたね。牛ガエルの真似しました。お、2個目の橋来た。いやー、暑くなくていいな。あともうちょいですね。確かこの先で左右に分岐して、左が支流、右が本流かな。おっと、なんか雪が出てきた。まだ雪あるんだ。雪の上吹きのとが入ってる。
よし、分岐来たな。ここは橋じゃないんだ。車止めの倒木出てきましたね。うわ、標高216で相当来てますね。でもあと3キロぐらいあるかな。ちょっともう飽きてきた、正直飽きてきた。こういう時にね、パンクするんですよ。脱重してチャリが跳ねて、タイヤが跳ねられた後着地した時に破裂するんですよね。木の竹やぶとかね、探せば雨傘ありそうなんですけどね。結構デジャビューな感じになってきましたね。私の渓流長江の林道に似てきました。いや、押し歩きで気分転換しますか。雨がさちゃん、雨がさちゃん、はい、トゥ、ヒャッ。お、崩落来たやん。ちなみにウッディはだいたいこんな感じに結構育ってますね。たまーにちっこいのいるんだけど、そろそろ取り始めてもいいかもしれないですね。まあでもちょっと時間的にまだ11時なんで、終点で飯食ってよりも下山して食うって感じかな。北海道の方はね、イシガエルご存知ないと思うんですけど、イシガエルってびっくりして水に飛び込むときにすごい質問強な変な声出すんですよね。普段は牛みたいな声出してるんですけど、イヒャーって言ってます。本州のあったかめのところに行ったらですね、海底の池とか沼にいますんで、耳を澄まして近づいてちょっと脅してやるとイヒャーって言いますんで、おすすめです。完全にヤバいやつですね。これとかね、担いだ方がいいし。パンクする。だいぶもうね、皮は細くなってきましたね。もういいんじゃないかって感じですけど。あ、ここのウドはでかい。水中撮影しようと思ったけど、浅くなりすぎちゃった。うどポンポコで通る。ポンポコで通る。めっちゃ崩れんな。下雪なのかな。崩れる。脇っちょの小枝もらえますか。これでちょっと成長できるのか分かんないですけど、いやどうすかな。もうあとほんと1キロ1.5 とか1ぐらいですけど、よし、次やばいポイントが出るまで行きましょう。おやおや、何
何かな。なんだこれ、雰囲気があるポイントは。これ、これか。でもいいや、9割来ましたんで戻り返しましょう。でもなんか滝があるっぽいから、桜まさいねえだろうな。一応あれだ、砂防になってんだ、人工の。いいや、これはダメです。第一えのき、おっくん。プレーによって出し汁飲んでみましょう。香りはタモリです。あー、タモリだ。ウドはもうほとんど感じられず、完全タモリです。いただきます。クリーミー、うまっ。
早飯終わったんで早く帰りますか。これチャリのメットかぶってると、まあ、万が一クマと戦闘になった時も効果ありそうですよね。一発で割られそうですけれども、丸腰よりはいいんじゃないかなって気がします。よし、忘れ物なし。帰りは休みなく帰ってきました。なかなか歯ごたえありましたね。